シェア。世界に誇れる日本のミュージシャンを紹介する音楽番組ミュージックシェア、司会の本田道夫です。浮世の祐希です。よろしくお願いします。この番組は未来の音楽のために、一生懸命みんなでボランティアでやっておりますが、今日なんか、ね、素敵なね、今日はね、祐希くんにほぼ進行を任せようと。そうなんですよ、いきなりね、私今日はラーメンの話しかしないんで。マジっすか。はい、よろしくお願いします。頑張ります、はい、ラーメン以外担当ですね僕。そう、ラーメン以外担当。音楽の話を全部してください。はい、はい、胃が重いで、はい、じゃあ、なんだっけ、今日の、はい、まずは、まあ、今日のゲスト紹介します。伊藤陽一郎さん、 AKA 赤影さんです。イエイ、よろしくお願いします。お願いします。Together, I couldn't handle it. Happy people seem so far. I got no place and I had to go home. Nothing's good for me, no good help me.
I broke it off with you and broke out on my own. Spun a week or two, but now I'm thinking about you every single day. I'm about to say goodbye. Without the ball and chain, thought I would have.
six is 12, six, three is 9. Give me a little love, I'll give you some of mine. Doll me pretty, baby. Oh, hold me close. Rock me, pretty baby. Hold me, never let me go. Rock it out. Thank you.
たいさ。抱きしめ合って何度も ありがとうございました。伊藤陽一郎さんでの DJ から始まりました。噛んじゃったよ。じゃあゆうきくんちょっと、はい、もうでは早速本日一組目のゲスト、DJ アーティストだけでなくプロデュース、アレンジしかもミリミックスもねやっていただいてる、広く大活躍、はい、こちらに男前の、はい、ぜひこちらにお越しよろしくお願いいたします。いやもうずっと待ってました。本当になんか前々からずっと出ていただきたくて、そうでなんかリリースをするタイミングで絶対呼ぼうと思ってて、うん、ありがとうございます。でなんか出はんやったらもう絶対ラーメンの話しようと思って私もラーメン大好きラーメン、そうだそうだ、そう、うん、でねなんかあの飲みながらやっていいですかっていうんでねちょっとあの、うんうん、お酒の方をね用意してもらって買ってきたんですよ。美味しそうなワインですね。すいません、なんかね、もうなんか緊張するって言うからさ。緊張するんですよ。マジで。最近なんかまたあのこの間お幸せのパーティーであの人前に出て克服したんですけど、はい、最近ちょっと克服この間までちょっとね緊張しいだったんですよ。うん、この間あ何がなんかきっかけがあって、なんか急に30代半ばぐらいで、DJ やってて急に手が震え始めて。じゃあ最初は大丈夫 大丈夫で途中から緊張し、ある日急にあこの後盛り上がるなと思った瞬間から、あのハブ名人と一緒ですね。ハブさんがそのカジスジを見つけると震え出すって最近言うじゃないですか。あ、うん、あの感じ、あの感じになる。へそれがやっとこの間なんかすごい大きいステージで出てた時に、あれですよね、シチズンのやつですよね。カシオです。いい感じの感じです。カシオ、カシオ、カシオだ。今最後かけた曲がその今年の最後にみんなで歌ってもらったというテーマ曲になります。そうなんですね。あの横山健さんが歌ってくれて、もう声がもう本当に特徴的だからすぐ分かりましたけど、そう、谷中さんとかあの藤枝くんとか、そうあのミュージックシェアにも出ていただいたんですけど、あの2人で、いや、あ、そうそう、トゥーオブカインド、トゥーオブカインドで出ていただいて、そう、この曲の下谷中さんですね。そうなんですか。そうそうです、ブラスのスカパラですね。谷中さんの歌詞ってすごいロマンチックでいいんですよね。この詞もかなり素敵で、はい、さてさてラーメンの話 か音楽の話どっち先にします。いや、お任せします。任されたよ。 どっちがいい。ええ、うん、僕からすればこの通り言ってもらえると一番あのやりやすいです。そらあかんわ。あ、でもちょっと先に伊藤さんのプロフィール紹介したかんと、はい、お願いします、はいはい、お願いします。間違えないようにしっかりと読ませて、はい、簡単なプロフィールで申し訳ないんですけども、簡単に、DJ プロデューサー赤影ナチュラルエッセンス他いろいろねといったいくつもの名義で自らのアルバムをコンスタントに発表し続けています。でプロデューサーとしてはワールドミュージックから J-POP まで、幅広い音楽性に対応して、DJ 的なスタイルとスタイリッシュな感覚でオリジナルな世界を表現。で去年11月には、赤影としては4年ぶりとなるアルバム、ピースメーカーを発売されたということで、ありがとうございます。なんかあのなんで、ま、あっていうかどっから聞こうかな。なんでまずその4年の間何してたんですか。4年の間ずっと作ってたんですよ。え、本当にもうずっと曲作ってましたね。うっそ。あのでも本当に今年45位に来月になるんですけど、どんどんねその曲作るスピードは落ちてますね。年を取ってあれかな、はい、多分なんやけど、あの、うん、ほらモチベーションを保っていくのがすごいみんな大変になってくるじゃないですか、うん、こう年取ると ね、 なんかね頑張れないですよね。前は本当毎日朝までやってたんだけど、最近やっぱりちょっとね疲れます、ね、え、朝作る方ですか。いや、夜作る。もうずっとです、ずっとです。僕ら最近はでも早起きなんで朝からやりたいタイプですね。朝から夕方までやって、なんかね、谷中さんも藤枝くんも朝
うん、早起きしてやるんだと。そうそう、うん、午前中いいんですよ。そう、午前中って結構はかどりますよね。午前中はかどるんですよ、本当に。で、どっち派？僕夜中ですね。夜中か。でも夜中は夜中でいい、でもね、夜中にやると飲んでしまう。飲まないですか？作業中は一切飲まないですね。え、そうなんや。なんか気がついてないですね、いろんなこと。ご飯のことしか考えてないですね。ご飯というか、まあ、ラーメンぐらい、まあ、ご飯といえばラーメン、うん、あの月何面行ってます？わかんないですよね、本当に。今年はできるだけ少なくしようと思って、うん、え、去年何面食べたんですか？どれぐらいなんですかね。で、まあ大体で、うん、月20杯は食べたとして、うん、っていう計算ですよね。240から多分それプラスアルファなんじゃないですかね。あ、かんないけど300いかんぐらいな感じ、うん、そう、週2日ぐらい休みたいんで土日とかねさすがに毎日たまにダイエットも混ぜてるから。そう、ダイエットは去年ほら、うん、これがあったんで、あ、はい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 、アーシャの撮影とかあったんで。アーシャの撮影の時はね、5キロぐらい落としたりとかするんで、うん、あ、本当に。え、そんなにすぐ落とせるもんですか？そば、そばダイエットで、そばダイエットで。そばダイエットか。あ、それでね、このね、ピースメーカーなんですけど、ジャケットが田中克樹さん、はい、そうです。田中克樹さんって前も一緒にやってはるんですよね。そうですね、赤毛は最初からですね。ずっとそうなんですか？最初の PV、うん、PV ずっと。それはなんで克樹さんなんですか？まあ、なんというの流れですね。特にそんなに、ええ、最初からです。へえ、うん、で、なんかナチュラルエッセンスは私すごい好きやって、ね、で、あの、もう京都にいた時からすごいずっと聞いてたんですけど、うん、あの、ちょっとエレクトロな、うん、まあ、アブストラクトっていうか、アブストラクトっていうかね、変な感じですね、うんうん、全然違うじゃないですか。全然違うですね、表と裏みたいな感じ、うんうん、その違いみたいなのって何すか？特にない。何を埋めたいというか、なんだろう、うんうん、タイプ違う曲とか作る？あーと、なんかやっぱりこうしようって言って、そう、こう方向性決めてそういうの作るとか、ナチュラルエッセンスの時は、うん、もっと言うと、なんかやっぱりなんていうかな、どっちかというと素人に近かったっていうのがまず一つ、あとなんかこう、うん、やりたいことをできる範囲内でやってるっていうか、今と全然時代が違うじゃないですか、本当に。そのメモリー数も小さいし、うそう、やれる限界があって、うん、その中でどうやって作っていこうと。あとちょっと嫌がらせみたいな、 いたずらみたいな気持ちがすごいナチュラルセンスのがあるんですよね。こっちはサービスしてる感じ。あ、もうでも本当こうパーティーとかでこう盛り上がる感じの曲とか、曲どうやって作ってるんですか、いつも。僕はまずレコードありき、レコードありきですよ。へえ、そうなんや、うん、レコードまずいろいろ聞いて、まずレコードいろいろ聞いて、うん、方向に向かったレコード全部聴いてて、まあ、ネタ、僕どっちかというとサンプリングアーティストに近いんで、楽器はやらないんですか？楽器ほとんどやらないですね。ギター置いてありますけどね、ギターもキーボードもほんま、うん、バシャーンって打ったりするぐらいですベース入れたりね。そうなんや、ね、今度ちょっと見に行っていいですか？いいですよ、いいですよ。行きたいな。なんかパクロ、ついてきたい。カリパクしよう。でもね、カリパクされるようなものは置いてないですよね、本当に、うん、大したもの置いてない。ちょっとね、なんか家が近かったんですよ。あ、そうなんですか。あ、そうだ、そう、東京のね、うん、で、そのそうそうそう、なんか、うん、あのトレーラーとか、あの、うん、PV とか、うん、ものすごいいつも毎回きっちり作り込んでると思うんですけど、うん、今回は特にそうですね、うん、作ってもらいました。あれはな、あれは本当にその4年間の間で出会った人ですよね、うん、あの映像作家の人に出会って、うん、その人が作ってたなんかこう、うん、巨匠シリーズっていうのがあるんですけど、はい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 、それが面白くて、うん、ぜひそれをやってくれと、爆破をやってくれという感じです、ね、あの爆破意味が分からなくていいよね。なんでやねんっていう。爆破をちょっとできるだけ増やしてくれという感じで、あのなんかもう導入なんかね、メイクされるとこから始まるんやけど、はいはいはい、あれがアーシャの撮影風景ですよね、うん、あのオシアナスの方の。あ、そうですよね、はいはい、なんかあの服装がそうやなと思ったんですけどね、あれ本気の撮影シーンですよね。すごい、なんかその自分なんか、まあプロデューサーでもあるから、その自分自身をそのブランディングっていうか、まあプロデュースするっていうことも自分でやるわけですよね。まあまあ、そういうことは多いですけど、やってほしいですけどね。まあね、やってもらった方が楽やもんな。本当にね、なんか商品にしてほしいですよね、もっと売れる商品に。なんか仕上げてほしい。でもすんごいやっぱりその
完成されてるじゃないですか。そうですか、すごい羨ましい。まだまだですよ、まだもっとなんか足りないなっていつも思って。本当ですか。もっといい商品にね、なんかおしゃれ、儲かる儲かる商品にしてほしいですよ、十分。でも本当にかっこいいし、いや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 、今日ちょっとむくんでるんですよ、朝まで飲んじゃって昨日朝早めに引き上げて今日のために12時ぐらいで帰ろうと思ったんだけど、結局朝日高屋まで行っちゃって日高屋、日高屋に気になってた肉そば食べちゃって、あーなんか飲んでた、残念なんですよ、残念インスタグラムに載ってた、なんとなくわかるなその感じ下北沢ですけどね、下北か、うっそむくんでないよ、大丈夫、そうか、でもなんかすごいセクシーやしね。いや本当モテるでしょ。いやいやいや、それは分かんないし、分かんないっていうか。まあいろいろ聞いてますけどね。はい。リルって人から。リルっていう人から。まあとんでもない人の名前が出てきましたね。ちょっと ラーメン。なんかね、伊藤さんは本当は実は今日初めて会ったんですよね。そうです。でもオンライン上ではなんか知っててずっと。うん、でなんか飲みに行きましょうみたいな話とかもなんかそのラーメン界隈の人、私がすごい好きなお店があって、まあ今日ここにあるんですけど、金色ホトトギスのトリュフ香る塩そばっていうね、今日発売でしたっけ。そうそうそうです、ね、うん、僕で伊藤さんもめっちゃ好きなんですね。うんうん、っていうか俺忘れてたんですけど、この下ホトトギスの T シャツ着てるんですよ。マジっすか。そういえば、やっぱしそれなんか忘れてた、もうトレーナーじゃないけどこれ脱いでからやろうと思っててすっかり忘れてましたわ。私も着てくればよかった、なんか喋ってたらしかもこのねちょっと新しいタイプの、あー本当だ、かっこいいですね、うん、かっこいいかっこいい、私のはあの白地にあのホトトギスって書いてあるやつです、うん、あこれ今日発売になりました、ファミマとローソンとか、まあ、まあまあまあ、あちこちであちこちで、うん、あのまあ、ローソンとか、僕はローソンの店主さんに一番最初に聞きましたけどね。でもあっちゃんからもらったんでしょ。そうですね、店主、そうですね、でいいんですか、ホトトギスホトトギス、どこのラーメン屋なんですか。幡ヶ谷です。幡ヶ谷です。幡ヶ谷、あのね、ゆうきくんね、今日ね、ラーメンの話多くなりそうやから、うん、今日ラーメン食べてきはったんですよ、うん、え、一応そうなんですよ、一応ね、そうなんですか食べて話題、どこでどこで食べてきたんですか。いやそれがですね、逆インタビューみたいな、聞いて聞いてほんま、いやもう絶対 お二人に怒られるようなところで食べちゃって。どこですか。要はですね、イトーヨーカドーの下にフードコートみたいなのあるじゃないですか、うん、ああいうところにある、スガキ屋ですか。いやもうね、違うね、ちょっと名前をここで言っちゃったらまだまだギリギリやだけど、なんかいろんなラーメンのベースがを選ん でトッピングをなんかこうなんかちょっと花丸うどんみたいなノリで、トッピングを選んで、スープはどうしてるんですか。でスープがなんか本当にこだわりが全くないんですよ。もしかして混ぜてもいいみたいな、いやなんか、ね、とんでもない状態あ混ぜても言わなかったんですけど、なぜかその要は魚介系、豚骨とかそういうことも書いてあるんですけど、最後にフォーって書いてあって、フォーそうで、なんかその味の麺の問題で、うん、もう全然ラーメンじゃねえよっていうのも、ね、あーここはすげえな逆にと思って、うん、逆に行きたいですよね、ちょっとね、で周りしてまた戻ってそこで、で何選んだんですかその中から。フォーを選んでみたんですね。ラーメンじゃなかったじゃないですか。ラーメンじゃない、なんだそれ。そうなんですよね。え、何で名前、店の名前は言っちゃっていいっすかね。いいよいいよいいよ。トッピンって言ってたよね。あ、言ってましたから。て最後がちょっとなるんですよ。でトッピングのトッピンなんです。すごいでしょ。面白いじゃないですか。なんで私に一言相談せえへんかったん。いやまあ、いやだけど面白いもの教えてもらった気がする。すごく興味ある逆にパクチーとかあるんですか。もしかしてフォーがあるってことは。フォーとフォーがなぜか2種類もあって、おすごい、むしろフォーの方がメインじゃないですか。そうなんですよ。なんかトムヤンクンフォーっていうのと、あただそれは美味しそうじゃんって、うんうん、僕はただのフォーの方にしたってことはやっぱり絶対ね、うん、シャンツァイっていうかパクチーありそうです。でもパクチー乗ってなかったんですよね。そらあかんわ。でもトッピングなんでしょ。自分で入れていいんでしょ。トッピングも特にそんなになくて、そっちはラーメンの具みたいになってる とそうなんですよ。味玉みたいな。中途半端ですね。何トッピングしたん。僕は味玉を一応入れてみたんですけど。味玉だけだけですね。それはでもフリーで何入れてもいいってことですか。
そう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 、何言ってもあフリーじゃないんですよ、ね、値段が書いてあって。あ違うねや、あなるほど、はいはいはい、花丸うどん的、本当花丸うどん的な、そうなんですよ、はいこれ入れましたってもう言うのをレジに持っていくタイプ、うんうん、そうで最後に、うん、最後のレジの隣でこう、うん、青ネギが干からびたやつがこう持ってあって、はいはい、それは入れなくていいと思ったんですよ、うん、なのにあこれはタダですからってブッてこう入れてあーいいのにっていう感じでした、まあ、面白いすいませんね、なんかいや面白い店の話、ちょっと全然レベルの低い、いや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 でもね、たまにはそういうラーメンも食べないとどんどんなんかこうなんていうか望み高くなっていきません？あ素敵すぎるんでね、うん、どんどん上がっちゃうんで、そう特にそのホトトギスとか食べると、うん、ハードルがいやでも本当コストパフォーマンスがどうなってんのっていうぐらいちょっと、うんね、マジすものすごいんですよ、水が変わってからまたさらにうまくなりました。え嘘、水水ですよやっぱり、もう何やってんの、うん、あの人山本敦二段階目のチェンジもありますからね、水に関しては。うん、そうなんや、ほんとあっちゃん最近でもちょっとおかしない？いやいやいや、それが正しいでしょうやっぱりそっか、うん、もうそうあってほしいですよ、うん、できればもう皆さんそうなってほしい、あっちゃんって言うんですね、この方。そう山本敦史やからあっちゃんの、通称あっちゃん、えなんかこうなったら聞くけど、うん、自分の好きな店 5点選んでみたいな、出ました、それですか、うん、それすっごい困るんですよ、困るよね、私もね困るなと思って、自分も逆に聞かれたらどうしようと思って携帯電話にすっごい入れたんやけど、そう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 、なんか20点ぐらいになって、うん、でこの間この、うん、これのフライヤーの時に、はいはい、ラーメン屋さんにコメント書いてもらったんですよ、あ書いてあった、それをね持ってくればよかったんだけど、うんうん、そこの協力してもらった店は全部もちろん好きですね、だから何だ、アジト、うん、ビギーヤ、うん、ニャガニャガ、ホトトギス、うん、ツタ、うん、あ、マサキチ、うんうん、マサキチ行ったことないですよ ね、 ね、はい、ね、あと池田さん、うん、ジュルメン、池田、あのジュルメンの、うん、行きました行きました、うん、3回ぐらい行ってます、さあ一つ忘れてますよ俺きっと、あ、エニシだ、ハトエニシね、あ、エニシか、出ました8つです、あの8つの店主さんにこれの CD 聞いてもらって、うん、普通あの音楽のアーティストの人とかプロデューサーの人に書いてもらうじゃないですか、うん、DJ とか、うんうん、今回は全部ラーメン店主さんにコメントをいただいたのすごいなんでなん、それはあのうちのホームページに出てるんでねそっかあれそれあえでもなんでラーメン屋の店主にしたかも書いてあるんですか、その俺の気持ちですか、うん、それは書いてないですけどなんでまあいやそのね、うん、普通じゃないですか、 DJ のさんとかに聞いてもらってコメントもらっても、うん、しかも多分、まあ、知ったようなっていうかね、うん、俺も言いそうなことが書いてあるんじゃないかなと思って聞き覚えのあるフレーズかなと思って頼まれることもあるでしょ、だってコメント頼まれることあるし、ね、いやラーメンのコメントも頼まれることあるじゃないですか、あそっかそっか、あこれは逆もいいなと思って、うん、うん、大好きな店主さんに、うん、音楽好きそうな人とか、そっか、でも確かに異業種の人にコメント書いてもらうのいいかも、そうですね、うん、私もこれそう、だけどこれは僕が初めですからね、うん、僕の真似ってことになりますから、とにかく常に、うん、あの常に伊藤さんに教えてもらってっていうインスパイアードバイ伊藤陽一お願いします、はい、ぜひお願いします、うん、そうか、でも好きなラーメン結構被ってるっていうか、ほぼ今そのコメントしてはるところは好きです、うん、なんかやっぱりちょっと淡麗とか、うん、僕ねでもなんかこう個性的な店好きですね、アジドさんみたいなとか、まあここも言えば個性的だと思うんですよ、個性的っすね、うん、なんかまずハマグリで出汁取るっていうのが、ね、唯一無二ですよね、うん、そういうラーメン好きです、うん、食べ物もそうですけど全般的に、うんうん、でもなんかそのなんていうのラーメンって結構その総合食というか総合もう総合芸術なんですよ、まあ、いわゆる総合芸術ですよ ね、うん、だから建築です、美術館みたいなもんだから、そうそうそうもうね、うん、でだってすごいよね、そのスープが一番実はお金かかってて、うん、そのスープってさ、うん、もうフランス料理とかねぐらいのもうほんまに研究、万博に近いかもしれないですよ、うん、ほとんど万博みたいな、日本館フランス館みたいな感じでね、博覧会ですか、うん、そうだからさ、こう好きなラーメン屋を回っていくやんか、うん、ね、そしたらどん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 なんかそのハードルが上がっていくっていうか自分の、うん、そうなんですね、で居酒屋とか行くやんか、うん、
もうこんなにお金払うんやってラーメンにしときゃよかったってすっごい思うのよ。まあ僕は何も言いませんけど、やっぱそこにまた食いに行って、うん、帰ってきますね、こっちに勉強しなきゃいけないって気になって、だから美味しいものを他にも食べて、うん、この先輩たちにっていうか、うん、マスターたちに追いつこうと思って、うん、フレンイタリアン食ったりとか、うん、何も食ってますよ。もう美味しそうなのもいっぱい食べてますもんね、うん、なんかブログなんでっていうぐらい音楽ないっすもんね。ないっすね。まあでもまあ結局聞いたことあるようなことしか書けないからですよ。ほんますごいねんで、あんなあの麺揚げっていう行為があんねんけど、あの写真をねーラーメン撮るのにこうパチってラーメン撮るだけじゃなくて、こう麺揚げをしてね、麺あー揚げてリフトリフト、今日ここ来る前ももうリフトして写真撮ってきました。リフトリフト、バシャバシャバシャ、50分並んで食ってきたんですから今日だって。すごい、ここ来る前に50分並んじゃいました。まさかの50分だったけど、あそっかそっかそっか、そりゃそうだ、あれはあれ、あそこは並びますよね。限定、うん、限定で限定じゃなくて、あのコラボでしたっけか、ね、あれ、あ違う、今日は新福祭館で並んで、あそうだ今日新福祭館だ、つい間違って今日並んじゃいました、ね、なんか飯田商店と、うん、あのなんだっけ、あ山田さんの話、山田さんの話をしてたんですよ。でちょっとこ、うん、間違っちゃった、どうでもいいけど。あさっき話してたから。そう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 。新福祭館っていう京都のラーメン屋さんがあるな、ラーメン屋さんっていうか、まあ、うん、ラーメン屋さんが昨日グランドオープンして、うん、そう、はい、昨日からチャーハンが食べれるようになったんですよ、うんうん、あ黒いチャーハンなの、だからチャーハン待ちで、あいつ23日以降行こうと思ってて、あ今日六本木だと思って、うん、これは麻布十番から行くべきと思って、うん、そうなんですって、そしたら50分を待つことになっちゃったっていう。すごいよ、嘘だろうとか思ったけど、まあね、うん、もうしょうがないんで。あなんかでもほんまにラーメンの話なんかしながら飲んでるともう話尽きないのね。確かにね、っていうかだんだんなんか熱くなってきて、なんかね、あの日本酒飲んでラーメンの話しちゃいけないって僕は最近思ってます。あそうかも、うん、もうどっかの街で一回怒りましたからね、なんかもう適当になんかなんかそういうラーメンに失礼なこと言うなんか、うんうん、ね、同席の人がいて他人ですよ、ね、うん、頭きちゃってなんかもうそんなこと言うなみたいな、な、うん、めんなみたいな、何もやってないのね僕なんか、ね、ただ食べて喜んでるだけなんだけどなんか失礼な人がいるんですよ。いるいる、でもなんかね下かぶりする人がいるんですよ。あのねめっちゃ大好きな店で、うん、あのもう本当にあの無添加、うんうんうん、無化学課長の無課長っていうの言うんだけど、はい、無化学、化学調味料、化学調味料、そう、はい、の店で、でも本当に美味しいのに、うん、なんかえぐみがありましたとかって言われて、えぐみって何と思って、はい、で普段どういうラーメンが好きなのみたいな、ただなんかいろいろ名前言ってきて、全部その課長が入ってるんですよ、化学調味料が。はあ、そっち系かと思って、なんかちょっと、ね、でいろいろもう本当にすごい言ってきたから、私もその時すごい飲んでたんですけど、うん、何やさみたいになって、うん、何やさ、うん、そうそうあかんなみたいな、それはほんまに1回だけあったけど、めっちゃ反省して、うん、もうそれっきりです。もうそこでもう酒飲んだらね、宗教とラーメンの話はしないことにしますよ。うん、そうしないと揉めますから、本当に本当に揉めるんです、揉めるんです、うん、ダメです、それは宗教とラーメンが同列ってことなんじゃ、まあそう言っちゃちょっと、まあ今ドカンドカンになっちゃうかもしれないんですけどね、うん、僕の何かがいやいやそういうことじゃないですよ、そのなんかまあまあまあね、だけどそれぐらい素晴らしいと思ってるということですよ。もうすごいですね、ついていけないですね、ごめんね。じゃあもっとやばいのあるよ、もっとやばくなるよ。やばくなりたいってことですか、それとも僕が次行った方がいいですか。そう、これは大丈夫ですよ、こんなに行っちゃって。大丈夫大丈夫。なんかある。じゃあまあラーメンの話はね、つけることないですけれども、次の話題にじゃあ振らせていただいてもよろしいですか。はい、ちょっと事前にアンケートをね取らせていただいたかと思うんですけども、はいはいはい、今後取り組みたいと思ってることっていうので、うん、ライブと、ライブですね、一言ね書いていただいたと思うんですけど、はい、うん、どういうライブをやっていきたい、やっぱライブやりたいんですよね、僕 DJ なんで、どっちか作ることばっかりだし、
プレイはほら今日もやっぱり DJ しかできなかったというか、うん、僕もやっぱりこうギター弾いたりねちょっとしたいなとは思うんですよね、うん、本当そんななんかなんだろうそんなに気にしなかったらどんな形でもすぐできそうだけど、うん、やっぱり、うん、こう何か気にしてるからちゃいます、うん、まあ憧れてるんですよね憧れてるライブってバンドに憧れてます、うん、あバンドとかいいっすよね生まれ変わったらスカパラに入りたいんですよねあでももうなんか生まれ変わったらいそうな感じがする何の違和感もない生まれ変わったらスカパラ入りたいって皆さんにいつも言ってますえ楽器はどうするんですかどれにする、まあだから生まれ変わったらもう子供の頃からサックスか何か始めます、うん、絶対ギターかなギターでもギターは加藤くんいるし何か、うん、誰もやってない何か楽器を選んで生まれ変わります、うん、はいだってどうする どうしましょうねうスカパラに入るようなライブをじゃあこれからいやそれはまた別ですけどちょっとギターをとりあえずチャレンジしたいなと思ってギターを中心になんかこうやりたいとは思ってるんだけど3つコード弾けたら大丈夫やって本当ですかそういうような曲ですもんね僕はねそんなことないけど、うん、そういうのも好きですから、ね、でもなんかあの DJ の機材も使って、うんうん、パソコンも使ってそうそうそうでまあ、ちょっとだけギターその3コードぐらい弾いてボーカルの人フューチャリングで読んでやるとかどうなんすか、うんうんうん、あまあでももよく言えばスクエアプッシャーみたいがいいですね、うん、ベースですけどめちゃめちゃかっこいいかっこいいやないですかすごいかっこいいやないですか、ね、かっこいいですねそうかスクエアプッシャー、まあ、もちろんねやっぱり欲張りになりますよね、うん、やりたいと思ったらじゃあベース買えばよかったんだな俺せやあのねこの間ちょっと噂で聞いたんですけど DJ の人に今って知らん曲では踊らへんみたいななんかこういうのがあるみたいなああなるほど、うん、なんか多分ジャンルによってもその違うとは思うんですけど、まあ、途中からでもその匂いはあったかもしれないですけどねやっててどうですか若い人とか僕最近そんなに現場出てないので、うんうん、でも僕のところはあんまりそうでもないかな、うんうん、でもまあでもできるだけ知らない曲をかけたいじゃないですかそう知らなくてかっこいい曲を、うんまあ、アピールするのがまあ僕らの仕事っちゃ仕事だから、うんうん、だってもう一番最初のさなんか DJ でめっちゃ空気グワッて変わったもんな、うん、変わったそれまでなんか作業の部屋みたいな感じやったんが、うん、急にあったかい感じになる、うん、楽しくなったそう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 でも寸前ねボリューム大丈夫かなんて思ったりとか、ね、結構ドキドキしてましたけど大丈夫です全然大丈夫です、うん、今の方が全然ドキドキしてるでしょはいしてますラーメンこんなまた流してほしいですねラーメンの話でねだいぶ僕ついていけてないでね、うん、そうやねいやいや大丈夫うん本当に本当にねあれもう大丈夫ないいですかライブの話はいいですか、うん、ライブの話はそういうことですスクエアプレッシャーになりたいってことです、はい、スクエアプレッシャー生まれ変わったらスカパラに入りたくて今はスクエアプレッシャーになりたいみたいな、うん、だって、うん、じゃあそんな赤影さんですけどいいんですかそろそろお時間っていうか50分っていうのはもうどうなんですかじゃあもうそろそろかでも伊藤さんはまた、うんうん、この後に控えてるゲストもまたあれなんで、はい、大物っていうかねまたちょっと音体が控えてますからね呼びつけるかもしれませんのでちょっとその時覚悟しといてちょっとあ、本気モードで変えてきますということで伊藤陽一郎さんでしたありがとうございますどうもありがとうございましたすいません突然終わってはいということですね次のゲストをお呼びする前に徳橋健吾くんの、クラシックアワーをご覧ください。はい、クラシックアワーでございます、クラシックの新譜新しく出る CD なんかをこうラインナップを見ているとちゃんと統計取ったわけじゃないんですけども半分以上と言っていいんじゃないですかね新しい曲ですとかね新しく録音しましたっていうものよりは復刻とかそれから秘蔵のこんな音源が放送局から発掘されましたっていうねこの指揮者のこんな時の演奏が発掘されたのでそれをマスタリングして、発売ですみたいのがこうすごく大きく宣伝されたりして目玉商品としてねそのシーズンの出たりするんですよね。でそういうのをすごく楽しく僕は買って聞く方なんですが、
なかなか手に入んないものとかもあるわけですよね。で、まあ、こういう話題が汎用性あるのかすごく疑問なんですけども、この指揮者がこの演目やるはずないとかね、これは聞いてみたかったけどやるはずないと思ったら、やってたのみたいなのですごく楽しみになったりすると。でもちょっと手に入んない海賊版しかないとかっていう時に、こうその指揮者の芸風でこの演目かっていうのを想像する楽しみっていうのがありましてね。で、僕は指揮者のギュンター・バントという人のファンなんですけど、2002年に亡くなってしまったんですが、そのギュンター・バントの秘蔵音源っていうのが結構ね、この10年ぐらいでガンガン出たんですよね。そのこの楽団とやってた時代のものがしっかりした音源で出てきましたみたいなのがすごく発売されて、僕は楽しませてもらってたんですよ。なんだけどっていうか、ギュンター・バントの僕が一番聞きたいというか、もう絶対に聞けないんですけども、もう想像するしかない、まあロマンティックなね、心の中でしか聞けないようなものなんですけど、ギュンター・バントって、僕らの世代というかおじいさんのね姿なんですよ。ギュンター・バントの姿っていうのは映像を見ても、まあ、インタビューの写真見てももうおじいさん、もうすんごくおじいさんで、ざっくりもう5分なんでね、ざっくりとギュンター・バントの何ていうの、式振りというか芸風というかねを言うと、すごくストイックですごい厳格なんですね。で、細部をこう緻密に組み上げてった挙句大聖堂が現れるみたいな、ちょっと他の人には真似ができないなっていうような、芸術家だったわけなんですけども、厳しいおじいさんっていうイメージなんですよ、ギュンター・バントっていうのは。で、その厳しいおじいさんがもうすんごいものを作り上げてきたっていうのをこの10年ぐらいで、どん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 音源が、新たに発掘されましたみたいなのが出てきて、それをこう聞いて、ハッとするというのを僕はやってたんですけど、電球読んでましたらね、ギュンター・バントの厳しいおじいさんっていうイメージしかないんですけど、当然若い頃の姿も描かれるわけで、ギュンター・バントが17歳の頃、厳しいおじいさんっていう絵しかないんだけど、17歳の頃があったと、ギュンター・バントにも。ギュンター・バントが17歳の時に腎臓を悪くして入院するんですよね。で、もちろんその頃はまだ指揮者でもなければ音楽をただ学ぶ一学生なわけですけど、腎臓を悪くして入院すると。で、その時に16歳のリーゼルという少女がお見舞いに来るんですね。で、そこでちょっと恋っぽくなるんですよ。好きかなこの人みたいな感じになるんですね。で、バントが退院した後に、バントは教会でオルガンを弾いていて、その時にで、オルガンっていうのはまあすごくでかくてパイプオルガンですね、弾く時に後ろでね、ふいごっていうのをね踏まないといけないんですよ。あの風を送ってオルガンって鳴るんでね。で、そのふいごを踏む役をリーゼルが担当したんですよ。で、リーゼルが後ろで風を起こしてる。で、バントがこう弾いてる。で、それがどんなの弾いてたのかなっていうのもすっごい気になるんですけども、17歳のバント少年がね、ガーって弾いてたら、音がね、途切れちゃうんですよ。音がなくなっちゃって。で、バントは音楽大好きなんで、音が切れたってなって、なんでってなって、リーゼルこらって言って、要するに踏むのやめちゃったってことですね、後ろで。風を送るのリーゼルをやめちゃった。リーゼルこらちょっと、音がなくなったよって言って、後ろに、オルガンの後ろにこう行くんですよ。そしたらね、リーゼルがね、バント少年の目を見て、こう、要するに二人きりの空間ですよね。にっこり微笑むんですって。そこでね、二人は恋に落ちるんですよ。まだ何者でもないギュンター・バントと、バントの音楽的才能を信じるリーゼルが、そこで恋に落ちる。
そして、バントって指揮者ですけどね、指揮者として知られてますけど、ピアノが大変上手だ、17歳のバント少年はリーゼルのために長い間ピアノを弾いてたって言うんですよね。そのピアノ弾きたい、聞きたいじゃないですか。ここいいとこ、ここ今噛んじゃった、今これ弾きたいじゃん、そここれ聞きたいじゃんって言わなきゃいけない。弾きたいじゃんって言ったら話がもうあべこべですよ。これ大失、またもう6分だし、大失敗ですよ。死の、はい、徳沢志健吾くんのクラシックアワーでした。クラシックアワーはですね、なんかあの徳ちゃんちょっと忙しかったみたいで、昨日の夜に夜中に撮って、で今日のあのもう本当ギリギリの昼ぐらいに送ってきたという、うん、もう本当徳沢志くんありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。全然疲れなんかは見せない感じでしたね。そう、なんか髪の毛ちょっとへなってなってね、いつもくるくるなのに、ね、先週すごかったですよね。先週徳ちゃんの髪型ちょっとすごかったんだよね。あれ、うん、あれっていうかすごかったですよ ね。ちょっと負けてないぐらいな、なんかこうなんていうんですか、カチーっとしてたんですよ、うん、先週。なんかすごい、うん、変人な感じだったよね。ですよね、うん、キャスターみたいな、あの昭和、あ、じゃあはい、今日、本日のね、はい、2組目のゲスト、はい、ご紹介させていただきます。ギター一本キューブに乗って、全国を駆け巡る、ね、新井仁さんと、自称残念な男、田中隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ結構あの読まれるとちょっと恥ずかしいもんがあったりちょっと実際書いてみたんだけど言われると恥ずかしいですよね。残念じゃないじゃん。残念ですよ、非常に残念ですね。そう、残念と言われております。なんか2人とも、ね、はい、今日3人とも男前なんですよね。そうなんだ、なんかちょっと私は年がもうほぼ一緒ですよ。そうなんですよ、45、今年45、伊藤さん45でしょ、はい、45でしょ、僕44ですね。へえ、そうなんですね。みんないいね、年齢不詳で大変です。一番若い一番若いのになんか僕一番老けてる気がするんですけど。そんなことないよ、貫禄があります。そうですか。僕貫禄がなくてですね、ヒゲが生えないですね。ヒゲがね生えない。ヒゲ剃らないですよ。ヒゲあんまり剃らない。たまに剃るんですよね、ホテルで3日に1遍ぐらい。あ、そのぐらいはだいぶ大人になったんですね。そうだいぶ、昔は全然剃らない。なんかおぼこいですよね、顔がね。そう、ちょっとベビーフェイスというか。そうですよね、いいな。薄くていいですよね。薄くて、うん、薄くていい。田中さん濃すぎですからね、ヴィンテージハンサム、はい、もうなんかさっきもちょっと出てきたそのリルっていう人がいるよね、はい、でなんかあのリルさんが田中さんのことをすごい、なんであの人はあんなにかっこいいのに今だ独身なんだろうってすごいこの間言ってました。残念、そういうところが残念です。残念ですね。ね、なんか多分残念でしょ、その残念な部分を今日ちょっと、あの新井さんの方からもちょっと教えてもらっていいですかね。そんな残念じゃないんですけどね、いろいろ多趣味だし、まあ、男前だし、なんかあるんですよ、まあ、新井さんも独身ですけど、ね、僕も独身ですから。おお、2人とも独身なんですね、はい、残念な、残念な2人。じゃあおいおいゆっくり聞いていくとして、はいはい、あ、じゃあまずお二人のプロフィールをちょっと読んでいきましょうか。はい、はいはい、じゃあしっかりと簡単ですけど読ませていただきます。学生時代に NG3 の、ボーカルギターとしてキャリアをスタートして、DJ としても活躍する傍ら、ノーザンブライトとしてはオアシスのフロントアクトを、すごいねえ、羨ましい。場所どこ、場所どこですよ。横浜アリーナ。横浜アリーナ、すごかったですね。よく分かんなかったです、うん、なんかあの リアムとかねえ会いました、楽屋で。超聞きたい、色々その話。後で聞こうか、後で聞こうか。後で超聞きますそれ。あとそれね、それでフジロックフェスにもね、出演して、でここ数年はバンド活動とともにソロギターとして、ギター一本で全国を駆け巡る、はい、CM のナレーションもしていらっしゃるという活躍中の、はい、新井仁さん、はい、でもう一人、すみません、そのまま行っちゃいます、はい、田中隆さん、サニーデイサービス1992年結成で、サニーデイ、解散後はスクービードゥ、スネオヘアをはじめ多くのアーティストに、携わって、で2008年夏にサニーデイサービス再結成で、サブカルチャー、ファッションにも造詣が深く、音楽を軸にマルチな才能を発揮する、
音楽活動の方はラーメン通の中でも一目置かれるラーメンマニアとして有名というね。もう田中さんといえばラーメンですよ。今日はこう意図してるっていうしか思えないですね、このマッチング。もうそれっ す今日ラーメンの話したい。でもミュージックシェアやり始めた時からいつか音楽番組なのにラーメンの話しかしないからみたいなとかやりたいなと思ってて、うん、で聞くとさ、もう新井さんももうすっごいラーメン食べてはるんですよ。あ、そうなの。俺はあの田中君について一緒にツアー回るときに食べてるぐらいで、僕は年間100本ぐらいライブやるんですけど、うん、田中君年間600杯ライブ、ライブじゃないラーメン食べてるんで。でも新井さんも本当もうだからもうちょっとしたラーメン評論家よりもう日本全国のラーメン食べてるんで、まあ2人で回るときは一緒に食べるけど、1人で弾き語りで回ってるときも僕が指示出すんで、そうですね、どこどこに行ってください、行ってください小浜食堂に行ってくださいそれどこだよみたいな、それで相当食べてますよ。だから全然ラーメン評論家としても多分ね活躍できます。その新井さんは大体年間何杯ぐらい行ってるんですか。いやそんなでもないですよ。田中君と一緒にいるときしか食べてないって言ったら、でも100杯ぐらいは軽く行ってるんちゃいます。去年ツアー終わって今年 会った時に一杯もラーメン食べてないって言ってますね、はい、なんかもう怖くて食べに行けなくなっちゃった一人で田中君と一緒に行けば美味しいか面白いか必ずあるんですよ。だけどね一人で行けなくなっちゃって、うん、確かに田中さんいたらもう一人でちょっと選ぶの怖いですよねいや何でもどこでも楽しいんですよ食べるのね、はい、伊東洋華堂の地下でもね、トッピンテッチ、トッピンテッチはあかん、あかんってことはないけど、名指しで思いっきりあかんとか言っていいですかねそれは よくないかもしれないね。美味しかったんですよ、ね、うん、スガキヤも好きですよスガキヤ美味しいですね。スガキヤいいっすよね、はい、好きです。フォークスプーン持ってますなんかこういうやつ、そうモマのなんかショップで買いました。 あれなんかモマのグッドデザイン賞みたいなの取ってるんですって。だから表参道のモマにもニューヨークのモマにも売ってるんですよ。すごいんです。スガキヤすごいですね、はい、そうスガキヤスプーン、フォークスプーンっていうんですか。であれがスープパスタとか食べるのにいいかなと思って買ったらちょっと使いづらいですけど普通にそんなにスープが、ね、乗らないですよ。だからねちょっと ねコツいるんでしょうね、きっと私の使い方が悪いんでしょうね。はい、というわけで600杯すごいなと思ってさ。すごいですね、うん、体壊さないんですか。あ、そう、なんで太らないんですか。太ってるんですよ、僕もだいぶ太ってます、昔に比べたらね。顔まん丸ですよ僕。そうですね、だいぶヒコマロ化が進んできてますねでもそれはね、サニーデーの時とかにの、うん、アーシャとか見るとそりゃそうですけど、でも、やっぱりちょっとずつ中年に、やっぱそれはそうですよ。もう足も中年太りがちょっと止まらないから、うん、今走ってるんですけど、はい、もう年にはもうだからもうね意地ですよね。だから僕ら独身なんでもうそこで試合放棄したらもう完全にもう終わっちゃうじゃないですか。もうラーメン食べてもう本当だからなんとかギリギリシュッとね、シュッとしたい、もうちょっとだけでも頑張ろうみたいな。あ、じゃあ運動とかしてない、してないですけどねあ、でも泳いだりしてますよ僕、はい、あ、してるんじゃない、はい、僕はね、2月の田中君のツアーに向けて走り込みしました、うん、毎日ラーメンが食べれる体を作ろうとライブでこうパフォーマンスを食べてはいや、もちろんそれもあるんですけどラーメンに負けない体を作るそう、でも体力ないとラーメンが待ってるんでツアー辛いですもんね。なんか移動だけで疲れません。いやもう全然そうっすね、うん、そんなハードな移動の仕方は組んでなくて、新井さんがねすごいんですよツアーの組み方。こんだけ慣れてるから、うん、もう、うん、この間もあれ10日間で9本とか10日間で9本めっちゃ回ってましたよね。それもね移動距離がね全部ね1本目が東京から静岡行って静岡から、はいはい、名古屋みたいな、もうほんとね2時間ごとぐらいの移動でねバッチリ組むんですよ。で帰りもぐるっと回って全部2時間ぐらいの移動で、一番長かったのが奈良から東京ぐらいですもんね。そうだねぐらいで、もう他は全部ね全部2時間ぐらいで組むんですよ。さすが、まあ、その合間で田中君が横でラーメンを調べて、はいはい、すいませんちょっとそこで降ります高速降ります途中下車してい戻ったりもするんですよ。今日定休日だったら明日行きますっつってこうすごいそういうパターンもある。それで遅刻したり、それ大丈夫だったんですか。遅刻は大丈夫ですよ。
いいな、ツアーついていきたいよね。楽しいんでしょうね、そういうなんか普段普段っていうか、この間2人で回ったんですけど、あの、うん、結構あの3人ドラムのね、ゲンちゃんと入れて3人で回ったりとかして、あのちょうどここに、はい、あの人支払いアコースティックバンドセット、はいはい、で、ツアーが2月やったはったのが、人支払いアコースティックロックバンドセットみたいな、そうですね、あの本当は4人編成でレコーディングしたんですけど、うん、はい、あのギター君がまだ学生だったりしてちょっとツアー行けないっていうので、うん、なるほど、あのドラムのノーザンブライトで一緒にやってるゲンちゃんと3人で回るってことが多かったんですけど、うん、で今回ちょっとゲンちゃんが来れないっていうんで、うん、2人で田中君と2人で、うん、田中君の実家の今治でライブやってるやって実家に泊まったりとかしながら、はい、いいな。でなんかこれは、発売さ、もう本当に、ね、最近ですよ、去年の10月末にリリースされて、はいはい、ですよね、はい、すげえ売れてます、すげえ売れてます。あれでこれ配信も iTunes でやってますよね。あ、 iTunes もあの、はい、始まりました。すげえ売れてます、はい、でも買ってください、はい、ぜひ、はい、いいな。このジャケットもすごい可愛いですもん ね、 いいね。どなたが描かれたんですか。知り合いのイラストレーターでケント君、ケント船山君って言って、あの音楽もやってる人なんですけど、神戸の、はいはい、いつも僕のデザイン周りやってもらってて、でちゃんと開くとね、あのラーメンが、そうなんですよ、中にラーメンとか、こうあのよくお二人がツアーの写真でエアラーメンって言ってこう、はい、なんか、ね、エアラーメンね、やってましたね、うん、はい、写真のやつとか猫とか猫好きなんですか。僕が猫飼ってて、あ、いいですね、猫は最高です。猫は最高、猫とラーメン最強で す、 そうです、ね、猫とラーメンの絵が入ってます。そうですね、絵が入ってますね。あ、なるほどなるほど、絶賛発売中ですので、はい、ぜひ、はい、で、このツアーを回りつつ、ラーメンも回りつつ、うんうんうん、という話もありつ つ、 ありつつ、はい、そうですね。じゃあちょっとなんか話戻っちゃうんですけど、はいはい、今こうお二人でこう活動されてると思うんですけれども、そのきっかけというか、こうな一緒にやられてたっていうのはね、あの皆さん、ね、ご存知だと思うんですけど、それで一緒にやろうよってなったのは何かきっかけあるんですか。もう大学時代から知り合いで、そうですよ、あの荒井さんが NG3 っていうバンドを最初にやって、で僕らサニーでサービス始めて、でも本当ほぼ同時期に始めて、ね、うん、あの一緒にライブハウスのオーディション受けに行って落ちたりとか、落ちて下北の、ね、あの屋根裏いまだに出れないですけど、なくなっちゃうんですけどね、そうそうそう、出れないまま終わっちゃった、オーディション受からん前に、で最初にリリースしたサニーデーと NGC が一番最初にリリースしたのがスプリットって、あの A 面 B 面、はい、両 A 面で NG3 とサニーデーサービスで7インチを出したんですよ、限定50枚、50枚で、それがね、この間ねユニオンにね売りに出てましたよ。本当、僕持ってないです、僕持ってないですよ、買わないと、めっちゃ高い印象でも4万いくらするんですよ、マジか、すっげえ、俺持ってないんですよ、俺も持ってないんで、あれ人さんもない、あ、俺はあれ手で掘ってたんですよ、そうそうそう、なんかカッティングマシンっていうのが知り合いが持ってて、はいはいはい、溝掘っていく機械が、こう回すやつ、ダットでかけて、それであのカスが出てくるんですけど、それを F ででねずっとこうやってやって、すごい大変、でそれが一枚一枚成功すればいいんですけど、結構な確率で失敗して、だから俺あの片面がダメなやついっぱい持ってる、それでいいからください。でもアナログ、そう昔そうだったんだよ、なんか、あの、何枚やりますかみたいな試し用を何枚準備しますかとかすごい聞かれて、はいはい、なんか大変だった記憶が確かにあるあります、ヨーロッパとかの、羨ましい、うん、あの7インチをその7インチを、ね、限定50枚で出して、うん、渋谷にあったゼストっていうレコード屋さんに、あの置いてもらってて、そうそうそう、で僕とソカベがたまたま普通に買い物行ったんですよ、ゼストにね、レコード買いに行ったら、ちょうどその頃ねブリッジってバンドやってたカジ君がね、カジ秀樹さんがね、はい、レジにいるわけですよ、はい、おカジ君いるわみたいな、もう田舎から出てきたばっかりなのカジ君やで、カジ君やでみたいな、そこそこ言いながらこうレコード見てたら、カジ君がその入荷したその、ね、7インチをいきなりかけたんですよ、視聴でなんか入ってきたレコードだって言って、そらもう俺とソカベビビったって、おカジ君が俺らのレコードかけてるってなってそうなんです、で俺とソカベね、もうびっくりしてね、逃げ出したんですよ、なんでなんでそれ僕ですって、いやそこはじっとカジ君ですよ、ブリッジのカジ君だよね、やべえと思って、ドラマ見てなんで逃げる、いや怖かったんですよ田舎東京がね、東京怖かったんで、あのなんか時代的にあのお二人のそのなんかやられてい いるというかバンドって、そのまあサニーデイサービスとかノーザンブライトとかって、はい、渋谷系とかに入るんですか、なんかいやちょっと後だよね、まあ、ギリギリ後 で、 ギリギリでもまあ要は
ね、渋谷系って世間で言う渋谷系ってなんかまあ小沢君のソロのやつとかなんかそういうあ、まあ、ピチカートとかそういうイメージあるんだけど、うん、僕らが思ってた渋谷系は、まあ、要はたくさんレコード買ってる人そ, うそれが渋谷系で、あの楽器とかあんま上手くない人、そう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 当時音楽の知識がすごいっていうね。当時ね、あのね、今は全然違うけど、うん、僕らね、あのね、変ななんかこだわりがあってね、そう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 、あんまり上手くちゃいけないと思ってたんですよ。上手いと格好悪いと思う。上手いと格好悪い。そう。で、本当若い頃はあの口悪かったから、うん、あの上手いやつら見ると、うん、もう上手くて上手くてダサいみたいな。練習したんだねみたいな。なんかその練習したんだねってなんかわかる気がする。あんな頑張っちゃってみたいな感じで。僕らレコードしか聞かないから。本当すいません。それをやってたのが渋谷系だと僕らは思ってるんですよ。だからそれで言うと僕らが一番最後の世代かなと思うんですけどね。でも世間的にはまあ本当なんか小沢くんの王子様みたいなのがあれ渋谷系だって思い込んでるから、うん、だからそれ3人でなんか脱税から違うじゃねえかみたいな、予備校生みたいなの全然違うだろうみたいに言われるけど、まあまあそれはそれぞれの解釈ですね。うん、はい、そうなんや、渋谷系っていうとなんか私もちょっとおしゃれなやつだと思ってました。まあそうですね、楽器買うよりもなんかラブタンバリンズとかカヒミカリーさんとか、ね、シティポップというかね、うん、いやと思ってました。僕らもね、おしゃれなソカベがベレー帽をかぶってたりとかあ、そうですよね昔ねしてますよ。そうだそうだ、はい、うん、ね、なんかあのファッション、楽器練習するよりもファッション、そうですね、レコード買うみたいな、うん、そういうのが先行してて、ね、で僕らのちょ少し後ぐらいから急に上手くなる。上手いんですよ。だからちょっと下のノーナリーブスとか、あーノーナリーブスとかすごいですね。あのね、ちょっと下のやつらは上手いんです。スキャフルキングとか、そうそう、まあ、上手いのばっかりあれご活躍ですよね、作曲家としてもね。いや素晴らしいですよ、ね、やっぱ上手いに越したことはない、ね、あのね、後悔してます。生まれ変わったらね、いっぱい練習して伊藤さんとバンド組みます。そうですね、そうですね、スカパラも入りたいんですか。スカパラにも入りたいです。いっぱい練習してスカパラに入りたいです。ええな、私もなんか聞かれたらスカパラ入りたいって言おう。あ、いいですね。いや、すごい可愛い夢ですよね。なんかスカパラ入りたいっていうのが本当なんかすごい良くて、生まれ変わった可愛いって言ったら失礼ですもん、ない年だから。ほんまにまさかあんな風に思ってはるとは思わない、ね、意外ですよ、ね、ライブアスクエアプシャガリとか言って、まだ間に合うか。ライブやりましょう、ライブ一緒に。そっかそっか。で、うん、はい、進行は今日はお任せしてますので。意外とラーメンの話してないですね。ほんまや、ね、はい、ここで行っちゃっていいんですかね。ここで行っちゃって、あかんかん、あかん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 、どうしようどうしようどうしよう。でも後で、あ、でも、まあ、でね、あ、そのなんかオアシスの話聞いていいですか。はい、あ、いいですよ、はい、やっぱり嫌なやつでした。いや、いいやつらでしたね。いや、本当に兄弟はなんかどうでした。兄弟も普通になんか裏で話したりとかして、へー、そうなんや。 でもあの、うん、僕らあの最初と最後にやったんですね、あの 2days で横浜アリーナスタートで横浜アリーナ終わりでどっか行くみたいな、うん、最初と最後2回やらせてもらったんですけど、とにかくあのスマッシュあの、うん、イベンターさんがピリピリしてて、うん、とにかく奴らに刺激を与えるなって言われて。初日はもう本当こう隙間から見て、おー、リアムが通ってるよ、リアムが通ってるよとか言いながらだったんですけど、で案の定その時だったかな、あの福岡で 2,3 回あのリアムがあの歌わないで引っ込むっていうのをやらかしてて、その時だったかな。でもで最終日はあのもうこんなチャンス二度とないと思って、で出待ちというかあの、うん、楽屋とかであのライブ終わってから待ってて、うん、で僕はあの十何万する兄貴のモデルのエピフォンのユニオンジャックのギター買って、はい、はっで出したらサインをもらって、おー、人ですね。そうなんですよ。で、うん、兄貴が歌ってる有名な Don't Look Back Young があって曲を、うん、僕ステージ横でこうやって歌ってたら、ええ、トントンってやるやつがいて、なんだよと思ったらリアムで、おお、グーグーって言われて、すげー、なんかめっちゃええ人ですね。そうなんですよ、うん、で もちろん僕はそのライブに行くつもりでチケット買ってたんですね、はいはいはい、当時付き合ってた彼女と行こうと思って2枚、うん、2days 2枚買ってて、うん、だけどね、僕出ることになったから、うん、その席には
おかんとお姉が座ってひとしーとか大ひとしーって言うんです。すげえ。でだって何年か後なんか何年か前にね、あのお兄ちゃんがどっちか来日した時に、うん、なんかインタビューした人が、うん、あそういえばあの日本のあのノーザンブライトってまだ元気かみたいなことなんかインタビューで言ってた話聞きましたよ。だちゃんと覚えてる。嬉しいですね。4月に来ますよ兄貴、見に行きます僕。今日ぐらいの感じで行ったらいいんじゃない。いや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 。この間どうもみたいな。でも兄貴あのあれだよ、大阪でラーメン食ってたんだよ。あマジっすか、うん、あれマジっすか。そっか、どこのラーメン。鎌倉か甘いな。誰や教えて。大阪のアメ村のミキ楽器に行ったら、うん、あのスマッシュの人がいて、おー新井くん兄貴いるよっつって、おーマジっすかっつって、この後ねラーメン屋行くんだって言って、でそのそれで、その時出てたアナログ版を知り合いの店で買って行って、鎌倉まで行ってサインもらってます。ああそうなんですね。鎌倉行って兄貴だけがチャーシュー麺を頼まなくて、周りはチャーシュー麺を頼んでて、うん、なんで俺のだけ肉が乗ってないんだってなんか自分で頼んだ言ってた。そうなんや。はい、そんなエピソードが。すいません、なんかでもすごいそういう話覚えてくれてはるなんて嬉しいですね。いやもう世代、僕も割と世代なので、うんうん、そうだよね、本当に夢のな、ね、神様みたいな。そうですね、そうです、かなりパクってたからね。パクってたサリーデもね。いやいやいや、まあ、僕ら早かったですね。早かった、ね、パクるのが早かった、ね、早かった。パクるのが最速でしたね。ソカベすぐ書くから、うん、早いです、ね、リリースしたの一番早いです。早かったね、うん、早すぎた、ね、早すぎた、ね、早すぎたオアシスが売れるより前に出しちゃった、ね、サマーソルジャーとか出しちゃったよね。でもそっかすごいっす、ね、新井さんって、うん、あのなんていうかソロ活動、はい、メインでもうずっとやっていこうって感じなんですか。バンドも、あ、まあ、これも、まあ、これはバンド編成、まあ、ソロのプロジェクトなんですけど、そうですよね、まあ、他にも、まあ、ノーザンブライトもやって、うん、あんまやってないですけど、うん、誘われればやるしみたいな感じで、うん、ロンロンクルー、あとスコット・ゴーズ・フォアとかいろいろあるんですけど、うん、周りのメンバーがもうなかなか忙しくて、うん、ソロ中心にやってますね。なるほど。はい、あれサニーでも再結成したじゃないですか、はいはい、うん、すっごいのんびりと動いてます。でのんびりしてますね。この間だから、歌舞伎町フェスティバルがあって、はいはい、それに曽我部さん出たかって見に行きました、はいはい、取材で行かせていただいて、はい、なんかサニーでもう決まった聞きたいな。そうですね、渋谷、まあ、3月にあるんですけどね、うん、3月末に渋谷公会堂ワンマンショーが、はい、素晴らしい。年に何回かしかやってないんで、だから他にいろいろやってるんです僕。なるほど、うん、ラーメンとかね。ラーメンとか、ラーメンっていつから食べ始めてるんですか。子供の時から好きでしたよ、うん、本当物心ついた時から。なんていうかその1年で600杯ぐらい。それはもう東京来てからですよ、そういうのは、うん、わざわざどっかに。あでも高校時代もなんか、うん、まあ、高校時代香川だったんでうどん食べてたんですけど、うん、まあ、やっぱうどん屋でもじゃあ今日どこどこうどんに行く、今日どこと、今日はね釜揚げ食べたいからあそこかなとか、なんか、うん、今日はまあうどん定食だからあっちだねみたいなのはやってましたね、うん、ずっと。サニーデーのツアー中から、うん、打ち上げがひとしきり終わってからも必ずパトロール行ってましたね。行ってましたね、締めのラーメンを探してましたね。 それがやっぱ、その時からの努力が今になって、うん、そうですね、仕事になってるっていう、はい、なんかでもあれですよね、一番最初のその始まりっていうかはなんか二郎ってどっかで読みました。そうですね、大学、うん、僕は成蹊大学って吉祥寺の大学行ってて、はい、で吉祥寺 の成蹊大学の横にいわゆる二郎の初の支店があるんですね、まあ、三谷慶応のところにね、はい、二郎があって、それの初の支店が吉祥寺の成蹊大学の横にあって、やっぱそこを食べて変だなと思って、これ変なラーメンあるなみたいな。その辺からすかね、やっぱ東京出てきて食べ歩くようになったのは。もうでもちょっとさすがに二郎きつい年になってきます。僕ちょうどねこのつい数日前 2,3 日前で5日間でね3杯二郎食べて、すっげー吹き出物とかできて、そんなことするもんじゃないと思いました。体が悲鳴を、うん、すごいあれ、わけあってね、まあまあというか、まあ、うん、食べたくて、で僕また二郎行くと
だって豚頼んじゃうんですよね、小豚、うん、わあそうなんですか、はい、我慢できないです。ちなみにその大きさはどれいってるんですか、はい、小です。あ、小ですけど、まあ豚増しにして、あ、はい、少なめとかにはしないですね。少なめにする人、食べられるのに少なめを頼む人がいるんですよ。怒られました、俺あの、いやいや、二郎に行くなら少なめにしちゃダメです。あの、ね、札幌とかにもあるんですよ、二郎がね、仙台とかにもね。 で、うん、で札幌行ったら、やっぱほら札幌の美味しいラーメン屋さん他にも回りたいでしょ、回りたいですね、回ればいいじゃないですか、それ、うん、でなのに二郎にも行くんですよ、札幌の二郎もやっぱ行っときたいとかって、で行って麺半分とかで食べて、うん、やっぱり二郎だ、いやそれだったら行かなきゃいいんじゃないかなと思って麺半分で食べたって、やっぱそれは二郎じゃないんで、食べられるのにね、食べられない人はいいですよ、あの普段も半分だったら半分でいいんだけど、うん、それってなんか要はコレクターなわけですよ。なるほど、生きても俺は札幌の二郎に行ったんだって言いたいだけで、うん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 、そういうのは僕はどうか、僕は食べたくて言ってるんです。僕は私もそっちのタイプです、はい、すごいんですよこの人、うん、仙台でね、仙台でライブやった時、このね、人さんと3人の時に、はい、どうしても仙台の二郎行きたくて、うんうん、そしたら会場からちょっと近いんですよ、5分ぐらい走って、5分ぐらい走ってね、走って5分、で、あのリハと本番の間ちょっとね1時間ぐらい空いて、どうしようかな、どうしようかなってずっと言ってたんですけど、うん、あのみんなとパッと別れた瞬間に行っちゃったんですよ、走って走って行った、ね、でもあの仙台向かってる時からあの明日定休日だし今日しかない、どうしよう今日しかないんだ今日しかないんだってずっと言って、あの、ね、そう、地方ずっと回ってると、まあ二郎なんてやっぱ東京にしかない味だから、うん、で仙台にあるから、あちょっと二郎食いたいあみたいになっちゃってで、行って、そしたら並んでて、でもあの並んで食べて、もう本番直前で、でそしたらね、食べ終わるぐらいの、食べ終わったぐらいで電話かかってきて、新井さんから、あのその時あのフロントアクトっていうか、まあ、あの共演者がいて、はい、でそしたら共演の弾き語りの人がね、もうそろそろ終わるよっていう電話だから、早く会場に戻っといてって、俺はてっきりホテルにいるもんだと新井さん思ってるから、うん、で、あうん、わかりました、あのね、アンコールとかやった方がいいんじゃないかなうん、あの彼ね、あ、ノムソンアンコールとかやった方がいいな、うん、って言って、あの全部食べて戻りました。何事もなかった。本番あれですよ、あの何曲かやってパッと思い出したんですよ、あ、そういえば田中君二郎行ったのって言ったらなんか涼しそうな顔して行ったんや行っちゃいましたね、行ったんだ、行ったんや、いやすごいな、すごいですよ本当。私はもう二郎は無理かな、うん、無理かな、まあまあ本当少なめとかにすればいいんで、ね、少なめでもうなんか激二日酔いかめっちゃお腹空いてるかどっちかでないとちょっと食べれないかもしれないですね、でも好きですけど ね2月のね、うん、一緒のツアーの始まりが、そうですね、この間のツアーの始まりは藤沢の二郎でしたね、なんかね、はい、そういえば最近あの松山にもあの二郎のインスパイア系の店が進出してきたらしいですよ。僕ねインスパイア系とか一切興味ないんですよそうなんすかバッサリバッサリ行かれた、はい、そうか、全然ダメです、ね、もうその今一番旬というか、はい、今何系好きなんですか、え、どれでもどれでも好きですよ、うん、あのよかったトップ5とかまたあトップ5、ね、トップ5とか5ね、何ですかね、古いお店がね、古いお店が好きなんですよ、もうなくなっちゃう、もう二度と行けないんじゃないかっていうのに、うん、とか、まあ、なるべく興味してる、やっぱ長くやってるお店ってやっぱなんか意味があるわけですよ、やっぱその何十年もそこでね、あの お客さんが絶えないっていうのはね、やっぱなんかあるんだなと思って言って、確かになんか、あ、わかる、これは、うんうん、近所の人がもうね食べたくなる、まあ、月に1回とかやっぱ来るんですよね、うん、あれ多分ね、だからそれがわかるみたいな、そういうのが好きですね。そういう店ってでもあんまり紹介したくないですもんね、うん、あのちっちゃいところだと、あの、ね、紹介したってね結局誰も行かないです、うん、だからあの、ね、そうねこうやってね、あのよく聞いてくる人いるんですよ、なんか、はい、あのね、どこのラーメン美味しいですか、一番美味しいラーメンどこですかって、うん、いや聞いてどうすんの、行かないでしょって、うん、いや行くかもしれないですよいやいや大体そういうこと聞く人は行かないんですよ。でもあのちゃんとあれですよ、あの中こう見開きのとこに、うん、ま、真っ白なスペースがあって、そこにサインとか書かせてもらったりするんですよ、うん、必ず田中君があの丼の絵描いて、うん、その地方の名店の名前を書いてすごいすごい、はいはい、常田食堂とえ、じゃあ今日もサインもらおうかなどこって書くんやろ、この界隈の名店の丼の絵を描いて、この界隈の名店をね、そうですね、はい、あのでもなんかあのツアー中に食べたはったあのちゃんぽん、あれ大阪でしたっけ、大阪ですね、ムツゴロウ、あれがすっ
ごい美味しそうで、ね、あれやばかったですね。もうなんかそうもう速攻こう人に見せて、うん、これは絶対行かなあかんわっつって言ってたんですけど、シャッターが半分降りてるんですよ ね。ですごい不思議。看板もあるんだけど、うん、看板も中に入ってるんです店の、ね、だから外から見たらもうただのねガレージというかもう、うん、で看板中に入ってる看板には何ですか、あの君あなたはこの店のちゃんぽんを食べたことがあるかみたいなことがよく意味が分かんないですよねで入ってもメニューも何もなくて、あのもうメニューも、ね、メニューない普通に作り始められちゃうんですよ。で、まあ、僕ちょっと情報知れたんで、あのチャーシューが実はトッピングできて、うん、で多少1個肉増しおみたいな、目つきが変わりました知ってるみたいな、こいつできるなでそれ作るとこ見たら、うん、もうなんかね胡椒のボトルが2つぐらい置いてあって、うん、なんか胡椒がいっぱい入ってると噂に聞いてたんだけど、それがこうね、はい、カーッと入れるのかと思ったら蓋がついてないんですよ、うん、ドボッドボッって、普通ねこう細かい穴の、うん、いっぱい入れるのかなと思ったら、蓋がそもそもないんですよ、うん、ドボッって入ってドボッザサッって入ってで、ガーって混ぜて出てきました。めっちゃ、どうなんですか、なんかこう、むせません、うん、むせるというか、でもまたね、スープがね、めっちゃ濃厚な動物系のスープで、うん、あれあんなちゃんぽんないですよね、あれしかかったっす。三茶のライライライとはまたちょっと違う感じですか。もう全然違いますね。そうなんや、なんかあんまそこまで濃厚なちゃんぽんでは、ね、食べたことないかも。ないですよね。で作り方もなんかちょっと変わってて、うん、なんかね、スープ混ぜないんですよね、野菜とか混ぜないなんか、うん、中華鍋でこう、うん、最初ラード入れて豚肉炒めて野菜掘り込んでスープ入れて、うん、胡椒ドボドボいってでも混ぜないんですよ、ほとんど混ぜない、で麺入れて麺そこで、あの多分蒸し麺じゃないですかね、蒸し麺かなんかをずっとそこで茹でて、うん、でドボドボって注いで、おはい、なんで混ぜやらへんやろか、わかんないですね。ほんと美味しかったですよ、うん、2杯1杯ずつ作るんですよね、確か。あ、だから、ね、そうそう時間差出てきた、ね、順番にそういっぱい、だ2杯同時進行で作ってて、そしたら結構回転悪いですよね。回転悪いですね、うん、たくさんで行く店ちゃいますね。あ、じゃないですね、ムツゴロウ656って書いてムツゴロウです。うん、なるほど、はい、じゃあ、まあ、だいたい行ったらシャッター開いてないんですよそれすごいっす、シャッターくぐってみんな入ってくる。そうそうそう、うん、それをダイみたいな言いながら、それをね田中さんがその店をね外取ってでその撮ってる田中さんを新井さんが撮ってるという写真がアップされてます、ね、国道2号線沿いなんでね、めっちゃ危ないね、まあ、命がけですよ写真撮るの二人とも道路で撮ってるから、ね、良い子は真似しないように、ね、本当に何をしてるんやっていう感じのね、はい、はい、あ、はい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 、あすいませんね、はい、おととい TV フラットでご覧の皆さんは9時半で、バタッと終わるので、それはユーストリームの本ちゃんのページの方に行くと、まあ、それかミュージックシェア .tokyo.jp のとこ、やばい、ライブやってないじゃないですか。そうだね大丈夫です全然大丈夫なんです。そのまま放送は続いてますんで。大丈夫ですか。何の人だか分かんないだからちょっとね、本当何の人だか分かんなきゃまずいって革ジャン着てロックバンドだよみたいなね、こうモツパーカー着てモツだよみたいな、風ちょっと僕はね風邪ひいてて、そう風邪ひいてて、はい、ヒーター張ってね、うん、今日ちょっと熱あるんですけど、そうなんですね、なんかすいませんね、熱はあるし足は捻挫してるし、そうですよね、ボロボロなんですけど、で田中さんはなんか革ジャン金品買ったらミュージシャンじゃないかもしれんみたいな、変なこと言ってはったんですけど、そろそろライブをやってみましょうかね、はいはい、じゃあちょっとよろしくお願いいたします。はい、準備の間にですね、関口智弘さんの、木の宮博士の研究成果をご覧いただきたいんですけれども、このね、ついに今回の何です、関口さんの木の宮博士のやつに自分で曲を作って歌ってっていう、うん、全部やってますっていうテロップが、ね、途中で、ね、入るようになって、なんかこれでやっと伝わるかなって感じになったんですけど、クオリティ高すぎてね、うん、伝わってなかったのもありますよね。で今日もねちょっと映像ねよう見といてほしいんです。
見ましょう、うん、全員みんな目をカップして、はい、そのちょっと流れた後に、うん、またちょっとあのちょっと言わせてください。はいというわけで木の宮博士の研究成果をご覧ください。木の宮博士の研究成果だったわけなんですけれども、ちょっと韓流のね、写真がいっぱい出てきたでしょ、はい、であれ誰なんですかとちょっと聞いたんですけど、うん、いや知らんということでした。で、博士は明日熱海のカフェロカというところで、うんうん、DJ やらはるみたいですよ。おで今日私ちょっと T シャツ着てるんですけど、原かなえちゃんっていうねデザイナーの可愛い女の子とも、その DJ で出はる、あ VJ もやらはんのかな多分、はい、カフェロカはぜひ、あカフェロカね、そう、うちらライブ一緒に行ってますよね、はい、そこです、あそこです、素敵なとこですよね、うん、はい、というわけで博士のは終わったんで、終わったんで、はい、じゃあライブ、ライブお待ちかねのライブの時間です。じゃあ皆さん、新井仁志ウィス田中隆さんのライブお楽しみください。どうぞ。
さ。そう行けるはずさ。どこへでも今日は一人than the sun. Oh, 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 oh,
If you remember, if you remember to dream, you can go where you want to be. If you never get, if you never get hurt, you can do what you want. I know you will make me feel more than real. I know you will make me feel more than walls. It's gonna be alright. Perfect day, perfect sky. I can see the skyline. I just think that you, I just think that you should know. I'm feeling better every day. If I never get, if I never get hurt, I can do what you want. I know you will. Everything. I know you will make me feel more than walls. It's gonna be alright. Perfect day, perfect sky. Come with me, I can see the skyline. Perfect day, perfect sky. Take our time, we can see the skyline. Hey, if she said disappear, but I'm right behind. Hey, this world is so lonely. Just you and me, 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 just you and me. Perfect day, perfect sky. Come with me. Perfect sky, come with me, I can see the skyline. Perfect day, perfect sky. Don't look back, we can see the skyline.10月に発売されたアルバムからやってます。で、次にやる曲なんですけど、これが2009年だったかな、清志郎さんが亡くなって、それからマイケル・ジャクソンが亡くなって、それからミシェルの阿部さんとかが亡くなったりとかして、すごい悲しいことが続いて、でも彼らの残した音楽は永遠に僕らの心の中に残ってる、そんな感謝の気持ちを込めて書いた曲です。ラストワルツを踊ろう。Hey, Mr. Sunshine, it's more 眩しいぜ。どんな時だって燃えてる。
せ魔法にかかったんだ。とびきりすごいやつさ、がむしゃらにはしゃいだら夜忘れないさ、夏の夜空にぶら下がって夢見てた。ああ星になってラストワルツを朝が来るまで踊ろう。それが人生ってやつで、とても静かな場所、今は少し、Yeah、休んでゆこう。ああ忘れない夏の夜空にぶら下がって夢見てた。ああ星になってラストワルツを朝が来るまで踊ろう。 Oh, oh, oh yeahラストワルツを踊ろう。
lover. I just couldn't make it to myself. And that we are really someone else. And tonight I never feel on my own. On the last way thinking at the bar, city thinking I'm a shine, smoking that was only rather. Soon it's gonna miss somehow. I have a lot of fun, and then we both live together. I just couldn't think it to myself, and that we are really someone else.手が空いてる皆さんもよかったらハンドクラップを。でもほとんど皆さん仕事してますね。じゃあ最後です。今日はどうもありがとうございました。ラストハッピーエンディング。静かにやってくるよ。
頼むよ。最初の列車あの可愛いあの子は夢の中いつまでも変わらずいたいけどどんなもんだっけ今はこんな感じ僕らの住む街に頼むよ。ありがとうございました。新井仁志 with 田中隆でした。はあ、最後なので伊藤さんもぜひあの前の方にお願いいたします。あ、マイクを、はい、どうぞ。ではでは、いや素晴らしいライブありがとうございました。先輩眠そうですよありがとうございます。あ、本当だ、だいぶだ、ちょっと花粉症、違う、違うな、悪くなっちゃってだいぶ飲みが進んだようで素敵なライブありがとうございました。伊藤さんもありがとうございました。素敵な DJ ありがとうございました。いやいや、本当にいい歌聴けて、さすがの DJ でいやいや、本当にもうもなんだこれ歌うまかったよかったなって思ってなんか本当にね、自分の不幸を呪いました。なんかあ、T シャツ、あーこれね、ホトトギスの、本当金色ホトトギスのやつ、ね、ちょこっと出てるんですね、うん、かわいいな。まあそういうのも生まれ変わったら一緒にバンドをやりましょう。生まれ変わったっていうか一緒にスカパラに入ります。スカパラに入りますお願いしますではでは、告知を最後あの順番にありましたら。まあ、特にないんですけど、あの、まあ、あのアルバムが出てるピ、はい、ースメーカーがですね発売中、はいですね、はい、多分それです、はいはい、僕はですね、はい、3月の7日に三宿のウェブでサッチアナイトっていう、あ、いつもやってるやつ、いつもやってるやつがあるんですよ。これがね、僕がやってるイベントなんですけど、まあ、僕が出たってあれのしょぼいんで、いつも豪華なゲストを呼んでまして、めっちゃ豪華ちゃいます、ね、松尾鈴木さんと河合克夫さんです。ほーすごい、はい、ゲストが豪華です。あとは兵庫真司さんってロッキー4の、はいはい、そうやってます。河合克夫さん、俺の大学の先輩ですからね。そうなんですか、サークルの先輩です。そうです。で松尾鈴木さん、
つけ麺好き、つけ麺好きの。つけ麺好きなのまたラーメンだね。そうなんです、そうなんです。松尾さんはラーメン、ラーメン、つけ麺好きです。つけ麺が好き。今日上野新規に行ってきました。ああ、本当ですか。あそこもいいですよね。ね、美味しいんですよね。あの結構店が増えてるんですよね、お台場の方とかね。意外とね。気づいたら意外とやり手です。確かにやり手ですね。めっちゃやり手。はい。これはサッチャーナイト、通称サッチャンナイトって言われてます。サッチャンナイト違います、サッチャーナイトなんで、サッチャンナイト。田中君の DJ もね、いいんですよ、はっちゃけてて。あのね、伊藤さんの前でね、申し訳ないですけどね、DJ とかだ、ただの飲み会です。いやいやいや、あのね、だからぜひ誘ってもらいたい。いやもう、いや、あのね、これね、プロの DJ は出れないんです、これ。あの、DJ をやらない人が出れる。生まれ変わったらなしで。生まれ変わったシリーズ。生まれ変わったシリーズ。新井さんは、僕いっぱいあるんですけどいいですか。はい、ぜひ。3月の7日が、ソロ一人で、はい、高崎にあるスロータイムっていうところでライブがあります。で、3月21日が3人編成で、はい、田中君も一緒です、はい、宇都宮のコーヒールンバ、うん、で3月22日が、仙台ビストロコションっていうところであります。そして、4人編成のライブがその次の週ありまして、328が名古屋 の、 あのライブサーキットみたいなのに出演することになってまして、はい、今池でやるやつです、はい、で329が大阪、はい、あの FM802 のマーキーさんのお店でやります。お店やってあるんですか。そうなんです。で、4月2日が、下北沢の440で4人編成、これがまだツアーファイナルみたいな感じなんで、はい、ぜひラーメンの話を聞きに、はい、ほぼあの MC は9割型ラーメンです。ラーメン、2人で喋ってるんですか。そうですね、ドラムのげんちゃんとか絡んでこない、ね、絡んでこないですね、うん、はい、ドラムのげんちゃんはあのチャーハンが食べれればいい。チャーハン、チャーハン僕たまに許すんですよ。げんちゃんチャーハンいいよ、カレーいいよ、カレーチャンス、カレーがあるとことかね、ラーメン屋さんでカレーあるとこあるじゃないですか、食堂で。さあ今日カレーチャンスです、げんちゃんどうぞ。チャーハンうまいねーって。お米が食べたかっただけなんじゃないか。そっか、チャーハンチャンスって言われてますね。すごいライブやね。ほんとほんと、ストイックです、めっちゃ楽しい、すごいストイックです。楽しい、めっちゃ楽しいですね、はい、ストレスフリーです。いやというね、お三方に来ていただきました、うん、はい、というわけで、来月なんですけれども、来月はなんと文楽の、あの文楽協会から、三味線の、もう名前がね、三味線の、三味線の、あのね、名字はね、みんな一緒なんですね。あの、みんな一緒ってことはない、ね、太夫の方から先名前言おうかな、豊竹のぞみ太夫さんと、あ、そうだそうだそうだ、鶴沢正樹さんね、はい、よかった。三味線鶴沢正樹さんで、太夫が、豊竹のぞみさんで、あの今なんだっけな、あのエクスペリアだっけかの CM で、あのタップダンサーとあの一緒にあのコラボで、津軽三味線を、演奏されている、花輪千恵さん、ものすごい可愛い方なんですけど、そして澤高さん、あ、すいません、澤高さんで、なんか文楽というね、日本に昔からあるその伝統芸能と、うん、津軽三味線と、はい、あのテクノ民謡を3つちょっとね、一緒に同時に見てみようじゃないかと。ですね、ちょっとね、3組やとボリューム大丈夫かなって、今日もね、ラーメンの話ちょっとしすぎたんで、ラーメンの話しないと思うんで大丈夫、結局ね、30分オーバーしてしまいまして、ラーメン民謡ですか、はい、ラーメン民謡いいな。お願いしたいです、うん、なんかラーメンコンピレーションとか作りたいですね。いいですね。はい、というわけで来月もお楽しみにということで、終わりにしたいと思います。それでは皆さんまた、伊藤さん田中さん新井さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。明日は横浜に行ってまいります。ラーメン食べに行ってもらいます、はい、横浜のどこなんですか。それは言えません。へ、いや、ちょっとあの友達に連れてってもらいます。